本日はほうれん草が芽が出たよ。ほうれん草な、うん、それは関係ないか。はい、関係ないです。あの4月やな、はい、4月に横着栽培で種まきできる、植え付けできる野菜、はい、2024年版版で、はい、まあ、去年も同じような動画を上げてますが、はい、今年も同じような動画を上げますです。はい、まあ、同じような話ですが同じように見てください。こんにちは。こんにちは。どうも、岩崎です。ママです。また雨降ったね。すごかったね、今朝ね。すごかったよ。もうあんだけ雨降ったら一日やる気なくすからさ朝とか降らんといてほしいな。ほんまやな。風もすごかったし、な、心は立て直すのは時間かかるよ。あ、そう、今立て直して畑に来てますが、はい、風寒い暑いのにさ汗かいてさ、うん、で今風吹いて寒いわ。はい、まあそれはさておきね、はい、今日はですね4月の種まき植え付けできるもの、うん、横着栽培編、イエイ、ね、でも去年も同じような動画を上げております。はい、なので今年は2024年版ということで版ということで、はい、毎年同じ動画を上げるという作戦ですな、はい、で一応去年の動画がね、はい、こちら、はい、ご紹介するのね。はい、で、去年の動画と今年の動画で言ってることが変わってるか変わってないかチェック。間違い探しみたいな。そう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 、はい、まあ、相変わらず台本を作ってないので、はい、でも不思議と同じことを言うような気もしないでもないですけど、確かに違うことを言ってるかもしれませんので、うん、その辺チェックしてもらえると思います。あ、自分で見返してもないのね。見返してもない、まあ、そんな時間あるかいな。そりゃそうだ、忙しいね。あ、でね、はい、もう4月は種まきするものがいっぱいあるので。あ、いっぱいあんのね。いっぱいあんので去年も多分ね、あの横着栽培編としてるわけですよ、はい、なぜ横着栽培編とするかというとね、うん、種まきするものが多いからです。お、なるほどなるほど。で、横着栽培というのは植え付ける、ほっとく、収穫するですね。はい、で、そんな楽ちんな野菜を求めて、はい、まあ、実際横着栽培とか言ってるけど、最近は猛暑とかね、うん、いろんなあの外的要因であんまり横着栽培にはならないんですけど。そうだね。でもまあそれを目指して頑張ろうということで、4月に種まきできるもの。うん、はい、ママなんだ。里芋。あ、植え付けね。ああ、そういうことね。うん、芋から行く。うん、里芋ね、里芋は植え付けできます。はい、4月のうちは中旬ぐらいにやります。イエイ。で、芋系で行くと、うん、まあ、自然薯ね。はい、自然薯もあのそれまでが大変やけど、それまでが植え付けたらとは、植え付ける、ほっとく、収穫するですね。里芋もそうね。あ、里芋はアブラムシがな、去年すごかったね。結構すごかったな。アブラムシを沸かすとあんまりよろしくないから、本当は農薬まかなあかんねんけど、うん、去年はなんとか乗り切りました。イエイ。見て見ないふり作戦で、それもほっとくみたいな。そうそう、ほっとく、まあ、本当はよくないけどね。はい、で、まああまりにも暑くてね、去年は、はい、だから水をだいぶ何回も入れたけど、そうだね、結局やっぱり暑さには勝てず、うん、あんまりいいのはできませんでしただね。うん、で、今年はどうかなという感じですな。はい、ですな。はい、まあとりあえず芋系はそんな感じです。はい、はい、次何やママ。きゅうりとか。おお、いいね。きゅうりも植え付ける、はい、ほっとく、収穫するでも実はなります。実はなる、うん、こんなプチ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 こうな、あの剪定するみたいに書いてあるやん。おお、脇芽取ったりね。うん、でもそんなん剪でも実はなります。はい、なのであの初心者の時はどこ切ってんかわからんやん。確かに。まあ、とりあえず一回やってみて、うん、でだんだん分かってきたらプチ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 切ったらいいんじゃない。分かるまでほっとくじゃないんだね。それでも実がなるからな。ジャングルにしても、そうそう、トマトとかナスビとかはそれすると初めは実になるけど、うん、だん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 もうちっちゃくなってぐちゃぐちゃになって、うん、あまりできないけどね。キュウリはどこまででも、あのどこまでもや、お、果てしない空まで行くから。はいはいはい、なのでキュウリね、はい、まあ横着栽培でもできます。うん、まあまあでも剪定した方がいいけどね。まあね。はい、次オクラちゃん。お、オクラいいね。オクラもあの種まくで、種まくやな、4月は種まき、はい、うん、植え付けはまあ5月ぐらいでいいと思うけど、うん、真夏に暑いとか好きやからな。そうやな。で、
まあアブラムシが湧いたりと病気になったりもするけど、うん、まあ基本大丈夫かな、うん、そんなに難しくないよ、はい。まあ、収穫するときにな、葉っぱを落としてやるとか、うん、それぐらいやな。そうやな、うん。オクラもまあそんなに難しくはないので、うん、植えつける、ほっとく、収穫するですね。そうやな、はい。次あとなんだ、豆、お豆、何や何や、インゲンとか。お、インゲンね、豆の中ではインゲンが植えつける、ほっとく、収穫するやな、うん。インゲンもあの手してやったり、手ってあの支柱な、してやったり、あのマルチしてやったりはした方がいいんやけど、うん、まあでもなんとかなるよ、なんとかなるよ、うん。いや、まああの枝豆とかと比べるとな、うん、まあ、初めのあの種まきはな、ちょっと育苗した方がいいかもしれんね。ああ、直まきじゃなく、直まきやとあの巻く場所によっては鳥さんがツンツンするんでね、うん、まあ枝豆も一緒やけどな、うん、ね、まあ植え付けるのも枝豆も一緒やけど、うん、あ、問題は虫やな。あ、枝豆は虫つくやろ。そうやな、もうそこだけな、はい、めんどくさいんやけど、インゲンはそんなに虫つかんからな、うん、うん。まああのうちはいつもあの濃い緑、はい、育ててます、はい、色が濃いのでね、濃い、濃いのでよく売れるんで、はい。まあ豆類そんな感じかな。うん、そうやな、うん。あとは、あとはなんだ、うん、ママに全部言わせようって。なんだ、だって新規収納12年目ということはママも12年やってるってことやからな。あとなんだ、さつまいも、さつまいもはまだ早い、さつまいもはちょっと4月早いんじゃないの、まだ早い、うん、まあ苗で植え付けやからな、うん。さつまいもはみんなあのあれよ、苗作りとかやってるけど、うん、まあやればできるんやろうけど、もうめんどくせえからやらない。じゃあそりゃあとはトウモロコシやな。おお、トウモロコシ負けるね、うん、今年はうちもやるよ、イエイ、うん。まあただ横着栽培と言えるかどうかね。おお、豆、あの横着栽培で言ってもいいんやけど、何もせんかったらカラスにツンツンされるやろ。そうやな、あとはあの獣な、そうやな、来るやろ、うん、で泡のメーガーも来るやろ、うん、来る来る、うん。まあその辺かな、うん、その辺さえクリアできればあのいいんやけどね、いいんやけどな、まあ、人気の商材ではあるよね、トウモロコシはな、野菜の中ではね。今年はでも頑張ろうかな。お、だから横着栽培の仲間には入れてあげません。入れてあげれません、はい、あげません、はい、うん。はい、次青じそ。青じそか、もうまあ4月巻いてもええかな、まだちょっと早い、いやまあ巻くのはいいんじゃない、うん、まあただ植え付け5月ぐらいでいいんじゃないの。おー、 まあでも暑いからな、うん、もうスタートダッシュかましてもいいかもな、かな、どうなんだろうね、青じそ赤じそな。いいと思うよ、うん、うん、やりましょう、じゃあ今年4月やろう。あ、そう。忙しいね、忙しいね、あれもこれもや、そうよ、今のところ何言った、初めから何や、何や、里芋、うん、まあ、自然薯は、まあ、まあ自然薯も里芋、はい、きゅうり、きゅうり、オクラ、オクラ、インゲン、インゲン、トウモロコシ、トウモロコシは入れてあげない、入れてあげない、はい、大葉、大葉、あ、おいしそう、うん、うん、そんだけ、うん、去年10銭とか書いてたよ。あ、そんな、うん、何や、そんなに、そんなに巻くか。巻くで。バジルは入れてあげる。あ、バジル入れてあげる、うん、バジルも、あの、あれ、あれなんや、あの、吹きの名画か、ほう、紅吹きの名画か、はい、名画つくけどな、うん、まあでも、あの、無視して、無視して無視しとけばいい、はい、先っぽだけプチプチで取っとけば、また、うん、あの、なんぼでも生えてこからな。なるほどね、うん、バジルも入ったね、やった。次はネギとかいける。あ、青ネギいけんちゃうかな、夏用の種まけばいいんだ。そうそうそう、うん、青ネギやで、青ネギ、薬味用のな、そうそうそう、白ネギとかあかんね、うん、よいしょ、まあ、青ネギもだからトレーに、トレーというかセルトレー巻いて、うん、ほんで10センチぐらい、そうやな、これぐらいになったらペッペッと植え付けりゃいいんじゃね、うん、まあ、ネギはな、夏でもな、薬味需要あるからな。そうやな、うん、あとは、あとなんだ、ママが言う動画やで、今日は思いつかんだ、あとはズッキーニ、忘れてない、ズッキーニ、おお、ズッキーニな、種まきか、種まきよ、うん、で種まきはもうしてるけど植え付けもよ、そうやな、うん、だからあのウリかな、うん、ウリかの野菜は、あ、スイカとか、うん、まあスイカは遅いかもしれんけどな、もう苗で買って、スイカも遅い、苗で買ってきて植え付けたらいいんじゃない、あ、うん、あとは、まあ、メロンとかな、まあ、メロン、スイカはいいけどさ、あんまり横着栽培じゃないけど、そうだね、うん、ズッキーニ、ゴーヤ、ゴーヤな、その辺種まきしていいんじゃない、うん、うん、ズッキーニも
結局植え付けてほっとくまあね、あのあれよ、あれもあれもあのゴーヤも真ん中止めるとかあるけど、まあほっといてもできるよ。あ、まあね、うん、ジャングルにしてもいいよね。去年ほったらかしてたよ。ほったらかしてた。何もせんかったけどできてたよ。そう、できてた。まあいっぱいできるかどうかは別やね、うん、うん、いっぱいできへんかもしれへんけど、うん、まあ横着栽培としてはできるよって話ね、うん、だから今日は、うん、里芋きゅうりオクラ、が青じそ、バジル、人間トウモロコシ、違う、だからトウモロコシいらへん言うてでも、あとは、うん、ズッキーニ、ネギ、青ネギ、うん、また8個しかないです。去年何言うたんやろ。何言うたん、謎やな。なんか違うこと言ってたんかな。違うこと言う、去年10銭って書いてたよ。10銭、うん、しかも横着栽培できる10銭や。そうやね、まあ多分自然薯は入ってるかもしれないな。あ、そうだね。しかしここタッポンタッポンやな。あと何やろ、あと1、2個なんや。まあ、冬瓜とか言ったんじゃん、もしかして。あ、それはあるかもしれん。冬瓜去年やろうとしてたからな、うん、まあ、冬瓜も、まあ、もうほっといたらできるからな。10株ぐらいでいいかも。そうや、もうあの辺勝手に芽生えてくるよ、今年。そうね、それでいいんじゃない。いっぱいな、うん、作りすぎたから、そこで。そう、うん、まあ、そんな感じでね、はい、まあ、基本的に、暖かくなるのでまあ、頑張ってできますよ、うん、はい。で、ただポイントとしてはやっぱ苗をな、植え付ける場合はあんまり早く買ってきたら、うん、もう暑いけどな今年、うん、暑いけど、まあでも遅霜っていうのがあったりするの。あ、4月中は最低気温が4度とかになることがあるのよ、うん、もう今年はな暖冬で、でもう夏も暑いみたいな感じで思ってたけど、うん、やっぱりほら今がまさにそうやんか。ちょっと寒かったやん、3月。そうだね。桜がだいぶ遅れたやん。遅れてる、うん。やっとちらほら咲き出してるけどな。そうだね、ちょっと、うん。だから、そういうのもあるから、やっぱりちょっと用心して、うん、あれやよ。戸締まり用心、日の用心や。はい。してる？うん、なんか聞いたことはある。一日一度は良いことをやったっけ。あ、そうなの？元気な月曜日やったら、なんかそうなんやな。一日一年ってやって、あれ、あの人ボスなんやろ。どんなんやろ。あの人って何？知らん？知らん。あのモーターボートの笹川良一さん。知らん。コマーシャルよく出てた、俺ら子供の頃は。まあ、何の話？はい。だから、何の話だっけ？なんだ、横着栽培？お掃除も？うん、お掃除もか。うん、用心しましょ う。それがあるんで、あんまり早くな、植え付けはな。そういうキュウリ類、キュウリとかね。そう、夏野菜からな、基本は、うん。寒さには弱いからね。うん、あ、かぼちゃや。かぼちゃ忘れた。あら、かぼちゃや。いや、今更また出てきたわ。そうやな。うん。まあ、相変わらず、口先動画ですな。そうやな。もう、何一つ出てきてんの。ここ、ほうれん草やからな、これ。ほんまやで。ほうれん草も、まあ、あ、葉物類も。どうな、葉物類。うん、ほうれん草とか、小松菜、水菜。うん。まあ、春菊は選んでよ。春菊負けるとか言うてるバカがおるけど、うん、巻いたところで誰が食うねんな。そう。そこが、栽培はできても、はい、需要の問題があるからな。そう。食べたい人はやったらいいんやけど、うん、いや、で、今年な、そのナッパがな、4月でもまだいけんじゃないのっていうのは、はい、ちょっとあったかいやろ。あったかいよ。もう1ヶ月半ぐらいでできんじゃないの。おぉ。うん、5月ぐらいまでにできそうやから、はいはい、まあ、ナッパもね、4月上旬ぐらいに、種まきできる人は、うん、チャレンジしていけんちゃうの。だってここも種まいて1週間もうちょっとか経ってんのか。そうだね。まあ、まだ3月やけどな、うん、その、まあ、ほうれん草もこれでいけるからな、ね、ただほうれん草は美味しくないですけどね。ああ、もうね、そう、うん、甘くないというね。そうただほうれん草っていう形なだけ。まあ私のことですから、はい、基準は厳しいですけどね。ほう、厳しいやろ、パパ。厳しいっていうのは、製品にするってこと？いや、だからその商品に対する厳しさよ。おお。美味しくないって言ったら、ほんまに美味しくないって。確かにね。なんか、まずいってわけでもね、このレベルやったらいいやんと思うようなやつでも美味しくないってね。うん。うん、腕はないけど、口とか目利きは一流なんですよ。うん、そんなん超えてもなあ。あ、そうか。じゃあ、まあ、そんな感じで。はい。もうおさらいはええか。はい、いいですよ。はい。結局何千や。何千や。10か11ぐらい。やっぱ去年と一緒か。そうやな。去年こんなん言ってましたってコメントに書かれたらどうしよう。お前な、うん。まあ適当ですから、相変わらず。はい、で、
じゃあちょっと告知タイムいきますか、はい、最近ちょっと恒例でね、はい、告知タイム、アソビュー、アソビューのサイトが公開されました、はい、こちら、リンクまた貼っときます、はい、もうあれやよ、これを申し込んで来てくださいじゃなくて、うん、見てください、見てください、そう、見てもらったらページビューが上がるんで、うん、もうそれだけでいいです、はい、何のこっちゃいでもね、いろんなことをね、やらないとね、いけないわけですよ、はい、うわ、なんじゃ、ん、何、トカゲ、どこ、そこ、ほら、おーおーおー、ほらすげえすげえ、映した、うん、映ってる、あーどさっきはなんかね、水音をチャプチャプするなと思ってて、うん、でっか、そうこの水音よ、いや、あれやな、やっぱ今日ぬくいもん、ぬくいよ、うん、さっき見たら20度やったからね、そうそう、出てきよったよな、そう、出てきよったよ、だって池もな、あの、あ、ミシシッピ、そう、カメが、赤耳ガメ、そう、緑ガメな、うん、いっぱい首出してた、いっぱい浮いてたってどんどん日本が日本じゃなくなっていきますね、あ、そうなの、知らんページビューの話どっか行ってもらった、そうよ、まあまあまあ、よかったら見てください、はい、まあ、よくなかったら見なくていいです、はい、こんな感じだっかな、はい、なので、まあ、種まきね、あの、もっとちゃんとした動画がみんないっぱい出してるんで、はい、そっち見てもらってですあ、でもね、あの、できるできると言いながら、はい、実は難しい野菜が結構あるからね、あ、それは素人が真に受けてやってしもて、確かに、うん、悲惨なことになることを思えば、うちが言ってる野菜はわりかし誰でもできるって、うん、ほんまに簡単よっていう、そうそうそう、だって俺ら簡単な野菜しか作ってない、そういうこと、でもね、あの、これはあのプロ向けの話でよくするんですけど、野菜の、作る難しさと、値段は関係ないんですよ、はい、です、で野菜の味と値段もあまり関係ないんです、はい、要するに需要と供給のバランスだけなので、はい、俺らはその辺をついて、このほうれん草でも、ね、5月頃に出荷する人が少ないので、うん、美味しくないけど、はい、美味しくないけど無農薬みたいなね、そういう、これも横着栽培やけどな、そうやな、種をまく、あとはもうこれちょっと草が出てるけど、うん、ほっとくやから、まあ、何もせえへんもんな、あんまりこの時期な、あの、虫つかんもんな、うん、うん、この時期のほうれん草は人間に俺はおすすめないですね、そうだよね、あんまり動画上げても反応せんから、今年はあの、あ、上げたっけ、3月なんか上げたと思う、うん、もう毎年同じようなことになってきてるからな、だんだんな、そうだね、もう YouTube もこれ3年目、4年目、3年目か、はい、え、3年目まるっと3年、4年目、そうやよ、うん、2021年、22年、23年、ね、4年目、今度24年やろ、うん、2023年で1000回やったらうちの動画は最終回になるって言ってたんやけど、言ってたあの、ちょっと収入が足りないんで続けております、はい、まあ、今後も多分もうしばらくは続けると思います、はい、収穫体験とかでね、あの、大儲けしたらやめるかもしれないけど、うちに大儲けという言葉はないので、まあまあ、多分このまま続くでしょう、はい、ということはまた毎年同じ動画が上がるでしょう、そういうこっちゃ、はい、そんな感じですね、はい、もう良い？良いです、はい、まあ、今日はあのそんな感じで、4月に種まきできる野菜ということをちょっと挙げてみましたけど、はい、他の人の動画とは比べないでください、はい、クオリティはうちの方がレベル低いです、まあね、他の人の動画見てないけどね、まあね、はい、というかおしまいでございます、はい、はい、おしまいです、それでは皆さん、さようなら。